夏の日差しがさんさんと照りつけ、絶好のロケ日和に恵まれました。今日は北塩原村にある松原キャンプ場に来ています。目の前には桧原湖、そして奥には磐梯山が見えています。桧原湖畔にある松原キャンプ場ではカヤックやボートなど水上アクティビティを楽しめるとあって、子どもたちの歓声が響き渡っています。ここはですね、車で入ってこられない場所にあるので、まあ都会の喧騒を離れてちょっとしたプライベート空間で、のんびりとしながらキャンプや、サップといったいろんなアクティビティができるキャンプ場となっています。今回体験するのはここ数年人気急上昇中のサップ。サップとはスタンドアップパドルボードの略称で、ボードの上に立ちパドルを漕いで水面を進んでいく新感覚のアクティビティです。早速私も初めてのサップに挑戦です。おー、最初は膝立ちで進んでいきます。で、前に刺してぐーっと自分の方に持ってくる。これで前に進んでいきます。丁寧にレクチャーしてもらえるので初心者でも安心です。そしてあっという間に立ちました。立てました。お、待っていたのは想像を超える感動体験。水の上に立っているような感覚、すごく不思議な感覚です。初心者でもすぐに楽しむことができるのがサップの魅力。すんなりとクルージングができてしまいました。また揺れる水上でバランスを取り続けるため体幹やバランス感覚が鍛えられて、エクササイズとしての効果も期待できるそうです。キラキラと輝く湖面で美しい自然を感じながら心身ともにリラックス。次第に慣れてくるとこんなことも。わ、これ寝ちゃいますね。下がすごいゆらゆらと揺れているので仕事を放棄して眠りにつきそう。さらにはこんな技を伝授していただきました。いい、後ろの方に、ね、移動して、はい、そして前を浮かせた状態でこうターンする。かっこいい。プロがやっても難しいというターンの技、私も挑戦。うまくいきそうと思った瞬間、もちろん大失敗。気持ちいいです。冷たくて気持ちいい。泳げないの忘れてました。ライフジャケットあるんで。一度落ちてしまえば怖いものなし。湖に飛び込むターザンロープもトライ。楽しい。さらにカヤックにも乗って大自然の中へ漕ぎ出します。一緒に乗る相手がいたらよかったのですが、二人用のカヤックを一人で漕ぎ続けて、もう腕がパンパンです。筋肉痛になってしまいましたが、絶景を眺めながら絶叫できる水上アクティビティに大満足です。いやー、最高に気持ちよかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんといってもロケーションが最高でしたね。今日あのカヤック一人で漕いだんですけど、いつかやっぱり二人でね来られたらいいなって思いました。はい、ぜひその時までお待ちしてますんで。
子供も大人も楽しめる夏の思い出作りにいかがですか？